さんどうもこんにちはエランパフォーマンスクラス担当しておりますこの度また夏休みですね短期スクールを開催させていただく運びとなりましたありがとうございます今回の短期スクールのテーマはフィジカルコンタクトというところでフィジカル強化だったり体の当て方使い方という部分をテーマにやっていこうと思っております 日程については、7月の30日、8月の4日、8月12、8月18の4日間になります、えー。今30日と4日は開催が確定しまして、30日はあともう1人2人ぐらいになるかなと思います。4日に関してはまだ枠が空いておりますので、ぜ、え、ひ、ーまあえー、興味のある方は、えー、参加いただければなと思います。まあ とはいっても軽くどんなことやるかなっていうのもまあ紹介できればなと思っております。えー、まず、今回夏のコンタクトスキル強化イベントということで、この夏でライバルとの差をつけようというところで、まああのサッカーにおいては必ずフィジカルコンタクト、相手とぶつかったりぶつかられたり倒れたり、そういうシーンっていうのがやはりえ必然的に出てきてるんで,出てくるんですね。 はい。なので、えー、その時の体の使い方、体の当て方、含め、えー、ここで伝えられればなぁと思っております。えー、今回は、えー、90分制で、えー、4日間で攻撃、守備、えー、まあ、ゲーム、中で、えー、それを活かした中のゲーム、あとはちょっと特別編で、えー、ヘディング、 の、えー、技術だったり、相手とぶつかった時のヘディングっていうところも、えー、やっていこうと思っておりますので、えー、ぜひね、あのー、ヘディング苦手だなとか、えー、なかなか相手とぶつかったらすぐ倒れちゃいますとか、えー、いいところまで行くんだけど、シュート前で相手にぶつかられて、えー、シュートがゴールに飛んでいかないというような悩みを抱えている選手、 は、ぜひ参加していただきたいなと思います。より実践的にね、指導していきたいなと思っておりますので、あとはバランスボールを使ったり、様々な仕掛けをしながら楽しくフィジカルというものを学んでいきたいなと思います。僕も実際身長が164センチしかなくてですね、ただフィジカルというところでは もちろん体作りりいうところもありますけれども、えー、昔から結構自信を持っている、まあ、タイプでして、えー、体のぶつけ方でやっぱり180センチある相手だろうが、えー、関係なかったなというふうに感じておりますので、えーまあ、この機会に小さくても体負けしない、小さくても大きい選手に勝てるんだよというところを、えーまあ、スキルというところを教えていければなというふうに 思っておりますので、えー、まあ、興味がある方はぜひご参加いただきたいなというところと、まあ、最低開催人数ということも、えー、設定しておりますので、えー、お申し込みも含めお早めにお願いいただ、お願いできればなと思います。はい、では、えー、皆さんのご参加ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。